ソフト馬術競技大会第1回県大会主催は日本ソフト馬術連盟です。どうも日本馬術どうも日本ソフト馬術連盟の代表福本浩二です。サフピャイです。ということで、ソフト馬術競技ファンの皆様、お待たせいたしました。今回は、第1回県大会の模様を、ここ、御殿場馬術競技場よりお届けしてまいります。なお今回、一部ルールの修正がございます。詳しい修正につきましては、YouTube の概要欄をご覧ください。お願いいたします。では早速第一競技から見てまいりましょう。の前に一旦シームです。ソフトターンドアウト賞は、引退馬を愛し引退馬に愛されたい男、そして引退馬の幸せな第二の馬生を模索し続けるおっさん、またやんが店主の真田家のご協賛で行われています。ただいまよりソフト馬術第1回県大会第1競技障害物競技多障害物クラスの多障害物クラスを開始いたします。さあまずは第1競技障害物競技の多障害物クラスなんですけどね、このクラスはビアンカさん1等の出場ということになっております。オーナー様よりコメントいただいております。今回は馬場と障害どちらも頑張りますということでね、意気込みをいただいております。2つの競技どんな結果を見せてくれるんでしょうか。それではビアンカさんとナナちゃん選手の走行をご覧ください。1番ビアンカ号ナナちゃん選手。入ってまいりましたビアンカさんとナナちゃん選手です。さあまずは第一障害、こちらのバーをくるりんぱしていきます。今回この多障害物クラス、出場は1頭だけなので完走すれば優勝ということになりますね。さあそして第2障害物、この狭い間を早足で通過、見事にクリアです。続いては左にカーブしていきます。さあ見えてきました第3障害、連続大木を見事にクリア。おっと、泣いています。おたけびか、ビアンカさん。素晴らしい気合だ。さあ、そして向こう側を早足で行きます。さあ、ビアンカさんは父ダンカーク、母東海ポプリ、その父大気シャトルという血統です。6歳の牝馬。ここも大木を難なくクリア。そして次は左にカーブしていきます。このおっと、ここでまた泣くんだ、ここで泣くんだよね。あとここで波足に落ちたぞ、大丈夫か。スラロームです。スラロームをクリアしていきます。向こう側から今度はこっちに向かって、この連続王木、難しい連続放牧を見事にクリアしました。そしてフィニッシュ、素晴らしい走行を見せましたビアンカさんとナナちゃん選手に大きな拍手をお願いいたします。ということで第一競技障害物競技多障害物クラスはビアンカさんとナナちゃん選手の優勝ということになりました。おめでとうございます。
位置を持ちまして、第一競技、障害物競技、多障害物クラスを終了させていただきます。CM を挟んで、第二競技が始まります。一旦CMです。競馬をスポーツとして日本中に。学生団体ライキングでは、日本全国にある、競馬はギャンブル、というイメージを払拭するため、日々、競馬が身近なものに感じる情報を発信しています。ぜひご覧ください。ただいまから、第二競技、ババ、S 科目を開始いたします。さあ、第二競技は、ババの S 科目です。今回、6頭立てということになりました。さあ、どんな演技を見せてくれるんでしょうか。1番、セラユナ本校、ポロヒロミ選手。さあ、入場してまいりました。セラユナ本とポロヒロミ選手です。コメントいただいております。ポロヒロミ選手にね、早足までの女再び。今回はおしゃれメガネで巻き返しますということです。さあ、今回も前回に引き続き、メガネをかけて、敬礼決まりました。このおしゃれメガネ、今回は、鞍上のボロヒロミ選手もおしゃれメガネとのね、お揃いのいでたちで参戦です。さあ、まずは早足で。斜めに手前を変えていきます。斜め手前変換、素晴らしい演技です。決まりました。さあ、向こう側から。綺麗な早足。今度は、馬場を横に横断する形ですね。今回も綺麗な4本ソックス、靴下を履いております。履いてるんじゃない？元からこういう柄なんですけどね。このセラユナ本郷、お父さんは信義、お母さんは半王というね、日本情景種、サラブレッドではありません。千葉の14歳です。さあ、ぐるっと回ってきて、見事な手綱さばきです。ボロヒロミ選手。おしゃれメガネ。この止まりそうで止まらない早足、これもなかなか難しいポイントとなっております。さあ、ここでぐるっと回って。停止しました。敬礼決まりました。見事な演技でした。セラユナ本とボロヒロミ選手に大きな拍手をお願いいたします。そしてセラユナ本さんとボロヒロミ選手の自己採点です。59.999。これはなかなかいい得点じゃないでしょうか。なお、今回はサイコロスケ先生が家庭の事情のためお休みをいただいております。ということで、この自己採点がそのまま最終的な得点率ということになります。ご了承ください。そしてこの競技、この最終的な得点率、上から3番目の人馬が優勝ということになります。2番、ライトニングロアゴ、馬選手。このライトニングロアさんからコメントをいただいております。今回は間違えないで頑張るぞと。そしてこの S 科目は厩舎の中を大きくくるりんぱしました。というコメントをいただいております。そしてオーナー様から一言いただいております。ロアはだいぶスムーズに歩けるようになりました。馬尾の
鎖骨も復活して馬に乗れるようになりました。2人でリハビリを頑張り中です。ということでね、どんな演技を見せてくれるんでしょうか。見てまいりましょう。ロアさんと馬尾選手入場してまいりました。まずは敬礼、見事に2人で同時に決まりました。素晴らしい。さあ今回はこの厩舎内を大きくくるりんぱということですが、歩き出しました。止まりました。さあもう一度気を取り直して歩き出します。周りのね、お友達がたくさん見てる。おー、ロア君何やってるんだ。はい、ロア君、何やってるんだよ。何を歩いてるんだよ。おいおい、ロア君、何をそんなに。ねえねえ、ロア君、歩いてるんだよ。楽しそうだな。僕も仲間にいるよ。何やってるんだ。おいおい、ロア君、何をそんなに歩いてるんだよ。はい、おいおい、ロア君。このライトニングロアさんは、お父さんがステイゴールド、お母さんがソブストーリー、そしてそのお父さんはエリシオ、サラブレッド、11歳のセンバです。って感じ。しかし広いな、厩舎が。何馬房あるんじゃね。大きく今ぐるっと、まだあるのこれ。広いな、本当に。さあ、そしてぐるっと回ってきて。まもなく、フィニッシュですか。二人同時にお辞儀決まりました。素晴らしい演技、バイバーイ。素晴らしい演技でした。ロアさんと馬尾選手に大きな拍手をお願いいたします。そしてライトニングロアさんと馬尾選手の自己採点です。 56.560。 ここも素晴らしいポイントが出ました。3番、ウィッタリアドラゴン、ドクター SM 選手。ドクター SM 選手からコメントをいただいております。道路ちゃん、関東の夏無事に越せてよかったわ。今日も調子いいわね。あら、大表も見ましょうか。大丈夫よ、人間も動物だから、といただいております。ちなみにドクター SM 選手は獣医さんということでね、私に何をしようとしてるんでしょうかね。ちょっと気をつけないといけませんね、これね。ゾワゾワしてきましたね。さあ、どんな演技を見せてくれるんでしょうか。見てまいりましょう。ビットリオ道路王とドクター SM 選手、まあ、ゆっくりとスタート地点に向かってまいります。待って、敬礼決まりました。さあ、まず早足で左に曲がっていきます。さあ、このビットリオ道路号、前回ソフト競馬、天入賞夜でデビュー、いきなり3着という成績を上げています。さあ、ここでぐるっと回るんでしょうか。ぐるっと回ってきて、今度は右に曲げていきます。今度はまた左。さあ、ドクター SM 選手は今回ドクタースタイル。首に聴診器をぶら下げているようです。本物のドクターですね。このドクター SM 選手は確か獣医さんということでね。そしてこのビットリオ道路号なんですが、お父さんはメダグリア道路、お母さんがプリエミネンス、そのお父さんはアフリートという13歳の戦馬です。少し前までね、守護馬をやってたという経歴があります。そしてここで波足が入ります。ゆっくりと歩いていく。この波足と早足のコントロール、この辺もね、注目ポイントとなっております。そして真ん中入ってきます。真ん中に入ってきて、停止。
敬礼決まりました。見事な演技でした。ビットリオ道路号とドクター SM 選手に大きな拍手をお願いいたします。そしてこのビットリオ道路号とドクター SM 選手の自己採点は 60.626。 なかなかの高得点が出ました。さあこの点が後々どうなるんでしょうか。4番チャタローゴ中野人選手。チャタローさんと中野人選手入ってまいりました。今回はこのババ S 科目とこの次の小障害物クラスダブルエントリーしております。まずは敬礼、深い敬礼決まりました。さあゆっくりと絆スタイルですね。来手のない絆スタイルで歩いております。何かで誘導しているようですが、この手のあたりがちょっと気になります。これが深い絆。おやつなど持っていない。きっとおやつなど持っていない。これが絆です。さあ、絆の力で。来てなし、ここで。そう、出ました。お手とおかわり。お手とおかわり。そして最後に、毛で、毛、真ん中に深い。会計で決まりました。そしてただいま、見事な演技を見せました。チャタローさんと中野人選手に大きな拍手をお願いいたします。そしてチャタローさんと中野人選手の自己採点です。その得点 60.430。 ここもなかなかいい得点が出ました。5番スライコーさくらんぼ選手。このスライゴーとさくらんぼ選手、ソフトに関しては前回のソフトダービー以来の出場ということになりますね。久しぶりな感じですね。コメントをいただいております。スライさんから、はいさーい、お久しぶりです、スライだよ。皆さん元気ですか？僕はとっても元気です。だって、かなさん、モカといつも一緒にいられて幸せで元気いっぱいなんだよ。モカ、一平かなさんどう？おっと、愛の告白をしてしまいました。今回もナイスバディのさくらんぼ騎士と頑張りますので、応援、ゆたしく、うにげー、さびら、さびら。追伸、ナイスバディは、ボディじゃなくて、相棒の方のバディだよ。と、いただいております。ありがとうございます。久しぶりの出場。どんな、そこのソフト馬術に関しては初出場、スライさんとさくらんぼ選手の演技をご覧ください。さあスライスさんとさくらんぼ騎士に入場してまいりました。停止して敬礼決まりました。さあまずは早足で走り出します。気合を入れてさくらんぼ選手、まずはまっすぐと軽快な早足で、ここでくるりんぱが入りました。止まって。これがクルリンパです。あ、説明してくれるんですね。助かります。さあ、そしてそのまま進んで右にカーブしていきます。ぐるっと回ってまっすぐ行ってまいりました。軽快な林を続けます。このスライさんね、お父さんお母さん不明のポニーですね。28歳の千馬ということです。おっと、ここで気合を入れて駆け足が少し入りました。駆け足まで入りましたね。これ、ちゃんとジョージもいけそうですね。さあ、ぐるっと回ってきて。止まってからですね。はい、そうです。
見事な演技でした。スライさんとさくらんぼ選手に大きな拍手をお願いいたします。そしてただいまの自己採点 65.671、 これは高い点数が出ました。3番目の得点が優勝ということになるんでね、ちょっと高いんじゃないでしょうか。どうでしょうかね。6番、サザンマイルージュガー、ババキヨシ選手。コメントをいただいております。同僚のボロヒロミ選手からですね。え、キヨシさんが出る？負けるわけにはいかないわね、というコメントです。ライバル意識があるんですかね。さあ、どんな演技を見せてくれるんでしょうか。サザンマイルージュ号と馬場清選手です。ご覧ください。さあ、ゆっくりと入ってまいりました。サザンマイルージュ号と馬場清選手です。いきなり横足、そしてこの独特な動きの馬場清選手ですね。あと待って、敬礼です。決まりました。まずはゆっくりと左に早足発進。今回も無知の代わりに熊手ですね、馬場清選手。このサザンマイルージュ号、お父さんは北京龍園、お母さんが楽光、そのお父さんグランディという30歳の戦馬です。おっと、ここで早くも寿司ウォーク、右に左に寿司ウォーク、見事な技術を見せます。見た目とは裏腹にね、素晴らしい技術の持ち主です。馬場清選手。さあ、そして向こう側に行きます。早足で。今度はどんな技を見せてくれるんでしょうか。もう一度ここでぐるっと回るのか、早足右に左に上げていきます。ここでくるりんぱが入ります。そして男の駆け足が出ました。駆け足になってフライングチェンジが少し入っておりますが、おっと、何かが気になるのか。馬場清選手、どうした？こういう演技なのでしょう。おっと、降りました。なんと素晴らしい飛び降り。この身のこなしも見た目とは裏腹にすがるい動きを見せます、馬場清選手。おっと、馬を置いて行ってしまう。ちょっと不安ですよ、これは。これ行っちゃった。だっとボロミを取ったということは、ボロがあったのか。ボロ、やっぱりボロが気になってしまった。馬を置いてボロの方に行ってしまった。敬礼じゃない、敬礼じゃない、馬を置いてちゃ、ということで、とりあえずサザンマイルージュ号と馬場清選手に大きな拍手をお願いいたします。そしてその自己採点 63.550、 ここもなかなかの得点が出ましたが、どうでしょうか。お知らせいたします。ただいまの競技は6番サザンマイルージュ号の馬場清選手が下馬しボロを拾いに行ってしまったことについて審議を行います。ざわざわざわっていうか、馬術に審議とかあったっけ。お待たせいたしました。審議の結果、6番サザンマイルージュ号の馬場清選手は馬を放置しボロを優先したことについて流罪、島流しを申し付ける。え、繰り返しお知らせいたします。6番サザンマイルージュ号の馬場清選手は馬を放置しボロを優先したことについて流罪、
島流しを申しつける。あらまあ、流罪だって。とりあえずサザンマイルージュさんは失権ということになってしまったようですね。さあ、ということで、それを踏まえて最終的な結果はこちらです。ということで、第2競技ババば S 科目、優勝したのは茶太郎さんと中の人選手です。おめでとうございます。茶太郎さんと中の人選手にもう一度大きな拍手をお願いいたします。以上をもちまして、第2競技バババ S 科目を終了いたします。CM を挟んで第3競技が始まるにゃ。一旦CMです。オメガ3脂肪酸、植物繊維、リグナンがいっぱい、今見直されているアマニの効用、馬用飼料アマニに、ジョージさんも食べています。ただいまより第3競技障害物競技小障害物クラスを開始いたします。さあ、第3競技は障害物競技の小障害物クラスとなっております。この競技は3頭立てですね。スライさん、茶太郎さんは先ほどのバババ S 科目で見事優勝しております。そしてライトニングロアさん、以上の3頭立てとなっております。では1番のスライさんから見ていきましょう。1番、スライコサクランボ選手。さあ、登場しましたスライとサクランボ選手、敬礼が決まってスタートしました。さあ、今回は筆記スタイル、ゆっくりと歩いていきます。桜、大きいな、これ大きい水、大きな水郷障害です。これは大きな水郷、これを超えるというんでしょう。渡っていきます。これはすごい水郷、でかいな、これ。見事にクリアしました。大きな水郷障害でしたが、見事に力を合わせてクリア。さあ、そして今度は早足で走っていきます。どこへ向かうのか。さあ、ここでぐるっと回って、あとちょっと間違えたか、さくらんぼ選手、道を間違えたんでしょうか。ちょっとロスタイムか。さあ、そしてもう一度早足に上げていきます。大きく走っていく。次の障害が見えてきました。出ました、人参障害。そして横にはなんとポテトさくらんぼ選手も食べるの、そこで食べるんですね。これは人参が散らかっているぞ。これは大障害となった。大変だ、さくらんぼ選手、ポテトも美味しそうだな。ポテトも美味しそう。さあ、あとスライドさん、これポテト食べ、お客様困ります。馬がポテトを食べるという場面を初めて、大丈夫かな、これはちょっと動かない。これは大障害となった。大変苦労しているさくらんぼ選手、頑張れ。さあ、やっと促して歩き出しました。そしてここでフィニッシュ、敬礼が入りました。さあ、頑張ったスライとさくらんぼ選手に大きな拍手をお願いいたします。さあ、そしてそのタイム2分11秒、ちょっとあの人参障害で時間がかかってしまったか。2番、チャタロボ中の人選手。さあ、続いてはチャタロさんと中の人選手の登場です。先ほどね、S 科目見事優勝しましたが、今回は障害物競技
どんな走行を見せてくれるんでしょうか。コメントをいただいております。中の人さんからですね、オーナーの中の人さんから、今回は障害にも挑戦、1個だけならなんとかなりそう、あとは可愛さでカバーだ、28歳の挑戦頑張ります、応援よろしくお願いいたします、ということでコメントいただいております。さあどんな障害走行を見せてくれるんでしょうか。ゆっくりと入場してきました茶太郎さんと中の人選手です。今ゆっくりとスタート地点に向かいます。敬礼して茶太郎さんを無視しています。スタートしました。ヒッキースタイルで中の人選手。さあこの茶太郎さん、お父さんはリーチ、お母さんはタツダンサー、そのお父さんがラッキーソブリンというサラブレッド、千葉の28歳、競走馬時代は待ちかね恩返しという名前でしたが、さあなかなか障害物が 見えてきました。この障害物、大木を見事にクリア、28歳の挑戦クリアしました。そしてゆっくりとぐるっと回って、なんと今回障害物はこの一つ。そしてゆっくりとフィニッシュでしょうか。敬礼です。茶太郎さんを無視しています。茶太郎さん相変わらず無視しています。そしてただいま、近い近い。さあ見事に完走した茶太郎さんと中野人選手に大きな拍手をお願いいたします。そしてその走行タイムは1分17秒。さあなかなかのタイムではないでしょうか。今回は3頭立てなので2番目のタイムの馬が優勝ということになります。3番ライトニングロワーゴ馬尾選手。3番手ライトニングロワーさんと馬尾選手ですが、ライトニングロワーさんからのコメントです。巷で流行ってるあれを決めてみたという、なんか怪しいですね。どんな障害物が出てくるんでしょうか。ライトニングロワーさんと馬尾選手の走行です。ライトニングロワーさんと馬尾選手の登場です。今引き手を外して、さあジャンが鳴りました。ジャンが鳴ってスタート、リッキースタイルの馬尾選手です。さあこの心臓破りの急坂を登っていくいつものコース、そして続いての障害はいつものチョロ級バック勢いをつけていくのか。さあそして歩き出して止まって、初めてのこれは来ました、初めてのシャインマスカット、シャインマスカット、これは緑のやべえやつ障害、これを決めた、緑のやべえやつを決めました。大丈夫でしょうか。これは合法なんでしょうか。自分も食べている馬尾選手。さあもう一度歩き出して、上がって今ゴールインです。フィニッシュしました、うん、そしていつもの緑乾燥乾燥食べる、やべえやつは食べないのかな。見事完走しましたライトニングロワーと馬尾選手に大きな拍手をお願いいたします。そしてそのタイムは59秒28。さあ他の2頭に比べちょっと早かったでしょうかね。それでどうなったんでしょうか。お知らせいたします。またただいまの競技はおまわりさんでーす。ライトニングロワーさんと馬尾選手は緑のやべえやつ取締法違反で現行犯逮捕します。繰り返しお知らせいたします。
ただいまの競技は、おうまわりさんでーす。ライトニングロアさんと、おまわ選手は、緑のやべえやつ取締法違反で、現行犯逮捕します。ということでね、ライトニングロアさんと、おまわ選手は、現行犯逮捕されてしまいましたけどね、結果には影響ないようですので、最終結果はご覧の通りです。ということで、第3競技、障害物競技、小障害物クラスは、なんと第2競技、バババ S 科目に続いて、茶太郎さんと中野人選手が連勝ということになりました。素晴らしい。茶太郎さんと中野人選手に大きな拍手をお願いいたします。一応待ちまして第3競技障害物競技小障害物クラスを終了いたします。 CM 挟んで第4競技が始まるよ。はは、一旦 CM です。人と馬の今を知り、引退馬問題を考える。ラブーマン。プロデュースドバイクリームパン。ただいまより第4競技バババちゃんと長時間目を開始いたします。さあ、第4競技はバババちゃんと常時科目ですね。この競技は4頭立てとなりましたね。2番のビアンカさんは第1競技に続いて2回目の出場となります。4頭どんな演技を見せてくれるんでしょうか。早速見てまいりましょう。1番吉風号ドクター SM 選手。まずは吉風号とドクター SM 選手、コメントいただいております。ドクター SM 選手からですね。よし君、久しぶりね。夏の疲れ出てない？いいものがあるわよ。打っとく？大表もどう？量を少なく打てば平気よ。いやいや、そんなこと言ってたらまた大回りさんが出てきて逮捕されちゃうんじゃないの？大回りさんでーす。気をつけないといけませんね、これね。それでは、吉風さんとドクター SM 選手の演技です。どうぞ。駆け足で吉風号とドクター SM 選手が入場です。真ん中に入ってきます。停止して敬礼決まりました。さあ、まずは早足で走り出します。どっちに行くのか。左にターンしていきます。まずは左、そして斜めに手前を変えていきます。さあ、吉風号なんですが、お父さんがメジロベイリー、お母さんビューティーオペラ、そのお父さんがグランドオペラ。声援が聞こえます。サラブレッドの14歳のセンバです。競走馬時代は鶴丸義風という名前で活躍していました。見てください、この美しい栗毛のバター光ってます。素晴らしい。さあ、曲がって向こう側に向かっていきます。あと、ここで中に入ってきますね。ぐるっと回って S 字に回転していきます。ここで波足に一旦落としました。波足からの駆け足、見事な発進でした。左にカーブして、今度はおっと手前ライングチェンジが入って、ギャン。あと、ここでも入りますね。ここから、
斜めの定石に入ります。さあ今度は3歩ずつのフライングチェンジでしょうかね。続いては今度は逆から入ってきます。今度は2歩ずつでしょうかね、フライングチェンジ。難しいことをやっています。ドクター SM 選手、これをこなす吉風号、素晴らしい。さあ駆け足でもう一度斜めの定石、今度はフライングチェンジ、ここで入ります。手前を変えていきます。さあそして真ん中のラインに入ってきます。止まって敬礼決まりました。素晴らしい演技でした。吉風号とドクター SM 選手に大きな拍手をお願いいたします。さあそしてその採点 61.441、 なかなかの得点が出ました。なおこの競技4頭立てなので3番目の得点の人馬が優勝ということになります。2番ビアンカ号山形の七子選手、2番手はビアンカさんと山形の七子選手です。さあ第一競技に続いて今回はババアの方ですね。どんな演技を見せてくれるんでしょうか。今ビアンカさんと山形の七子選手が入場してまいりました。止まって敬礼決まりました。動き出します。まずは早足で左に曲がっていきます。どんな演技を見せてくれるんでしょうか。さあ向こう側に、おっと消えました。消えた、ビアンカさんが消えました。これが一芸忍法隠れ身の術、消えております。メンコとゼッケンだけが動いている。人間とメンコとゼッケンが、ここでまた姿を現したビアンカさんです。さあここでクルリンパが入りますね。クルリンパも見事に決まりました。さあ今度は斜めに手前を変えていきます。右回りゾーンに入っていきます。さあここでまた消えました。消えた、どこに、人が乗ってるんでね、かろうじてわかりますけどね。馬が完全に出てきました。ここにいた。さあこの驚きの白さ、素晴らしい馬体です。さあまた消えた。そしてここでクルリンパが入りますね。あとは駆け足ですね。駆け足がどこかで入らないといけないんですが、どこで入ってくるのか。さあ向こう側にまた消えています。消えるビアンカさん、ここで駆け足が出ました。これは首を下げた素晴らしい駆け足です。一定のリズムでここで消えながらも消えながらも素晴らしい駆け足を続けています。駆け足のままプルリンパー決まりました。さあまた消えた、またその姿を現します。ここで早足に落とします。スムーズな移行。さあ真ん中に入ってきます。止まって敬礼決まりました。見事な演技でした。ビアンカさんと山形の七子選手に大きな拍手をお願いいたします。そしてその自己採点 62.610、 これはなかなかの高得点が出ました。
さあこの後どうなるんでしょうか。3番スペス3号アピー選手。3番手はスペス3号とアビー選手の登場です。コメントいただいております。本場スペさんからですね。やったるでー、やったるでー、かっこ入れ込み気味と言っております。いつも通りね、入れ込んでおりますけどね、やるわよやるわよじゃないんですね今回ね。ちょっとやったるでーっておっさんっぽくなってますけどね、大丈夫でしょうか。さあではそんなね、やる気満々のスペさんとアビー選手の演技です。どうぞ。スペさん号とアビー選手入場しました。そして敬礼決まりました。スペさん号はお父さん金引きり、お母さんがプレジールダムール、そしてそのお父さんウォーニングという血統です。サラブレッド10歳の牝馬、今ゆっくりと歩き出しました。競走馬時代はスペシャルサンクスという名前で活躍しておりました。今回もアビー選手絆スタイル、ここで走り出しました。引き手等ついておりません。手の指示で動いておりますね。さあ早足でぐるっと回って、おっとアビー選手が駆け足になった。それを見てスペさんも駆け足、素晴らしいです。人と同じペースでね、駆け足する。これは素晴らしいですね。そして早足になって、スペさんも、ちゃんとスピードダウン。これも素晴らしい。さあ、続いて、手を挙げた。これはちょっと見づらいですが、変顔をしてるかもしれませんね。そして、続いては手を挙げた。無視するスペさん。反応しないか。少し首を押すアビー選手。そして動き出しました。これはクルリンパ、セルフクルリンパです。見事に決まりました。人は止まったまま、馬だけクルリンパというね、素晴らしい演技です。続いて、何を見せてくれるんでしょうか。ムチを当てる。ムチを当てます。合図を出しております。アビー選手、足を上げた。同じように足汗出ました。女優ウォーク。これは見事に決まりました。これも素晴らしい。敬礼をして、素晴らしい演技でした。スペさんとアビー選手に大きな拍手をお願いいたします。そしてスペさんの、ただいま。ただいま、お帰り。帰り、近い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 。さあ、そして、その自己採点ですが、59.393。なかなかの点数ではないでしょうか。4番、プロディ中古、小枯らしマッチ選手。さあ、4番手、この競技会のオーラスとなります。プロディージュ号と、小枯らしモンジ選手のコンビです。コメントいただいております。小枯らしモンジ選手からね。前回の清さんすごかったね。清さんの上に行きたいね。ということでね。さあ今回ね、小枯らしモンジ選手、優勝となるんでしょうか。さあ今回もね、オーラスがレジェンドということでね、どんな演技を見せてくれるんでしょうか。それでは。プロディージュ号と小枯らしモンジ選手の演技です。登場してまいりました。プロディージュ号と小枯らしモンジ選手です。真ん中に入ってきて、ちょっとここで駆け足、そしてなんとタイタニックスタイル、手を広げました。
きなり見せてくれます、小原氏文字選手。止まって、敬礼決まりました。まずは波足、早足から左に曲がっていきます。プロディージュ号は、お父さんがサウスビグラス、お母さんはマロンフラワー、そのお父さんはノーリュートという血統で、サラブレッドの16歳の戦馬です。見事な黒い馬体。まず早足で、さあ早速見せてくれます、斜め横足寿司ウォーク。この斜めにね、馬を足が斜めに出させるというね、難しいことを平然とやってきます、小原氏文字選手。さあそして今度は斜めに手前を変えていきます。少し歩道を上げたんでしょうか、スピードが上がっていきます。続いて今度は逆側の斜め横足寿司ウォークです。今度は右に、お、駆け足が出ました。駆け足発進。このまま、ここで、フライングチェンジが入る。今度は左側に手前が変わります。ここで、フライングチェンジ。今度は右手前で駆け足、馬の向こう側に、ここでもう一度ね大きくぐるっと回っていきます。おっと片手を外した、おっとなんと、そして両手放し、タイタニックスタイルでこのまま走っていくのか、両手を上げてタイタニックスタイル駆け足、素晴らしい。これがレジェンド、見せてくれます。そして真ん中に入ってきます。真ん中で止まって、敬礼決まりました。最後に見せてくれました。レジェンド小原氏文字選手とプロディージュ。大きな拍手をお願いいたします。素晴らしい演技でした。そしてその自己採点 62.300、 なかなかの点数が出ました。さあこれで全ての演技が終わりました。最終的な順位はどうなったんでしょうか、こちらです。優勝は吉風号とドクター SM 選手でした。吉風号とドクター SM 選手に大きな拍手をお願いいたします。以上をもちまして、日本ソフト馬術連盟主催ソフト馬術競技第1回県大会を終了とさせていただきます。ご来場ありがとうございました。ということで第1回県大会第1競技はビアンカさんとナナちゃん選手が優勝、第2競技は茶太郎さんと中野人選手が優勝、第3競技また茶太郎さんと中野人選手が2連勝で優勝、そして最後の第4競技吉風さんとドクター SM 選手が優勝ということになりました。っていうかいつも通り出場全人馬が優勝です。ということで出場してくれた全人馬と関係者の皆様に改めて大きな拍手をお願いいたします。以上第1回県大会の模様をお届けしてまいりました。司会は
日本ソフト馬術連盟代表の福本浩二でした。最後までご視聴ありがとうございました。Thank you.